Hey, how you doing? Hey, Duncan. Are they? Yeah, dear. Hey. はい。さあ、前回の病院から2週間経ったよ。今日も3時になったらまたキャリーケースに入って出かけましょう。だね。さて、それでは準備しましょうか。はい。はい、ジャン君。はい。はい。よいしょ、思ったより穴が小さかった。上から入れるよね。泣き出しましたけど、ちゃんくん。ちゃんくん強い、意外と。まっちゃん泣かないよ。あれ、どこ行った？あれ？そんな格好やるとあれなんだよね。じゃあこれ落ちないでよ。はい。はい、怖いって。はい、まっちゃんは泣かないのよ。ここの裏です。さあ、ちょっと休憩です。ジャン君、はい、ジャン君出といて。久しぶりの家庭内野良状態でございます。棚の裏に隠れました。前とこばっかりだね、うちは。全然腕が入らない。ジャン君、おいで。どこにも入れが入りません。よし、下に行きました。我が家は腕の入らないとこばっかりです。そうですね。ってことはニャンコの住みかがいっぱいあるってことですね。あ、後ろ行っちゃった。はい、自分から入りました。怖さのあまり自分からここに入ってくれました。これはとてもラッキーでした。ということで、はい、引っ張り出しますよ。はい、ちょっと待ってね。ここは紐がいっぱい来ててね。はい、うん、うん、なんか変なことになった。はい、悲しげだね、ポンちゃん。はい、ちゃんくん、大丈夫だからね。
これを中に入れていい？どうしようかね、また逃げ出すと。そっとね。いきます。はい、はい、寒くないようにね、目隠しように、はいはい、飛び出さないように、うん、はいはいはい、はい、じゃあ袋をかぶせましょう。袋はどこ？持ってきてたよ、さっき、はい、赤いのと一緒に。はい、どっちが最新？赤い方にしようか。じゃこの間これをこっちは使ったもんね、うん、一応ポンちゃんとジャン君と思ったけど、あ、そういうことな。ピンクがポンちゃんね。ポンちゃんしばらく行かないよ。そっか、ポンちゃんがさ女の子だからピンクって思ったんだけど。はいはい、このように目隠しもできて寒さよけにもなります。これつける、どうしようかな、ま、歩いていくわけじゃないな、自転車でいいよね。じゃあここなし、うん、はい、では行ってきます。はい、ごめんね。はい、はい、はい、あ、いや、はい、収まった。行きましょう。はい、ジャン君、今病院の待合室です。はい、ジャン君、ジャン君おいしい、これかな、これですね、この光ってるところ。ボーカーすごいちっちゃいですね。あ、そうなんですか。もうほとんどない。この辺に膀胱なんですけども、ほとんどない。この部分だけおしっこ。あ、おしっこが少ないです。そうですね。石は多いです。石金だ。これはもう間違いないな。一つの石じゃなくて、はい、こう細長いんで、なんか薄ちっちゃいのがこう沈殿してるって感じですかね。9mm ぐらいのところに沈殿して、エリザベス・ジャン君です。ではちょっとお腹を切る方向でちょっと考えてみます。はい、で、それはまた日にちを決めて、はい、そうですね、こちらに伺う感じですよね。はい、まあ、説明、まあ、その注意事項というかそういうのは、はい、今日説明しちゃいますので、あ、はい、ご飯抜いてきてくださいとか、うん、そういうのはあるので、でその日のうちっていうわけにはいかないですね。何泊か、まあ、1泊は最低します。 1泊、はい、でも基本1泊ぐらい。あ、そうですか。はい、よっぽど悪くなければ1泊で返してます。健康状態的には耐えうる感じでしょうか。まあ、あとは血液検査をしないことには何とも言えない。はい、帰るよ。よいしょ。はい。はい。はい、ポンちゃん。帰ってきましたよ。はい、ジャン君は病院から帰ってきてトイレに入っています。まだちょっとビクビクしてるね。それでですね、12日金曜日、今が今日は月曜日、今週の金曜日に何ビビってんの、大丈夫だよもう、手術をすることに決めました。ジャン君頑張っておくれ。よいしょ。ジャン君、はい、
手術することが決まったジャン君ですが、今日とかまだ元気だね。あれどうした、ポンちゃん、ジャン君を助けてやってくれ、頼んだよ。